まさかこんな時代が訪れるとは、TBS の林美奈穂、アナ同局のバラエティ番組、有田哲平の夢なら覚めないでに出演したのは去る2月5日、自身のインスタグラムで夫とのキス動画を投稿した真意について明かしている。16年7月に10歳年上の TBS ラジオの男性プロデューサーと結婚した林アナだが、インスタグラムにハマっているといい、夫や息子、両親などの写真も顔出しでアップするなど、プライベートショットを積極的に公開している。しかし、思うように、いいねの数が伸びず悩んでいたとのこと、そこで思い切って、さらなる、秘策として話題になるために夫とキスをしている動画を公開したとのこと。この発想に共演者からは、何やってるのマジで、これちょっと大問題じゃないの、といった声が上がるなど、大いに衝撃を受けていたようだ。林アナは、こうやってフィーチャーされると恥ずかしいものですねとしつつも、自らの判断でキス動画を投稿したことを認めている。残念ながら、動画自体は全然話題にならなかったとのことだが、まさか局アナが自らキス動画を公開する時代が訪れるとは驚きだ。TBS では泉舞アナが10年に道中、15年に私社内でのキスを写真週刊誌にすっぱ抜かれたことで、路中癖があるアナウンサーとして有名です。ただ、女子アナといえば清楚や上品といったイメージも強いため、道中を取られるなんてもっての外。そのため、番組 MC を務める元テレビ東京アナウンサーの大橋美穂は、テレ東に入社した時に、道中だけは取られるなって言われ続けてたんですよと、いかに女子アナにとって路中が NG なことなのかを説明した上で、自ら投稿する時代になったというのは、なかなかね、と時代の変化に驚いてましたね。とはいえ、キス動画を上げることで女子アナの人気が上がるとは到底思えませんから、同じく番組 MC のクリームシチュー有田哲平も、こんな人を応援したくはないけどね、これ、キス動画を見て、頑張れ、大ファンなんですってなるか、とコメントしていましたが、もっともな正論だと思います。エンタメ誌ライター。少々、戦略が空回りしている感も強いが、何が何でも目立とうとぎらぎらしている TBS アナウンサーたちの野心かぶりがどうか放われてほしい。